にちは、慶長講師の岩松正文です。今回は共感できない話をどういうふうに聞くかということなんですが、これは非常に講座やってても参加者の方から多い質問の一つですね。なかなか共感できない話をふんふんはんはん聞くっていうのはできないんだけどもなっていうのはよく言われますね。でもそういう方のお話聞いてるって一つ気づくのは、共感っていうのが何かちゃんと理解できてるのかなっていうのが曖昧な方が結構いると思いますね。そこでまず一番ですね、同感というものと共感というものの違いがちゃんと理解できてるか、ここを確認してみるとまずいいんじゃないでしょうか。まあ簡単に一言で言うと、同感っていうのは賛成ですね。私も同じ賛成賛成。だから同感できないことってたくさんありますよね。相手の行動が許せないとか、私は違う考えだとか、これは同感できないと。だから同感できないことはあるんですが、共感っていうのは何かっていうと、あなたはそういうふうに思うんだね、あなたにとってはそれが大事なんですね、あなたはそれが大事だと思うからそういう意見をおっしゃってるわけですねと、相手が思ってることを感じてることを 100% 認めていくってことですね。だからそこを認めたからといって別に自分が何かを失ったり譲らなきゃいけなくなるっていうことは、実は共感してる範囲中では発生しないんですね。で、例えば野球で阪神ファンの人と巨人ファンの人がいた時、阪神ファンの人がですね、巨人ファンの人に対して、ああそうですか、あなたは今年ね、いい外国人がアメリカから来たから巨人が優勝すると思うんですねって仮に思ったとしても、自分が阪神ファンを辞めたりする必要ないじゃないですか。だから皆さんが苦労してる、共感できないんだけどと思ってる部分の多くは、意外と同感ができないとおっしゃってると思うので、ぜひですね、共感する練習、まあ、定常のトレーニングですね、していくと、そこがこう分けやすくなってくるっていうのは一つありますね。でもそれを言ってもなかなかできないっていう部分が確かにあると思うんです。で、まあ、そういう時はですね、共感できる部分だけで本気で、共感を示すと、一個共感できない部分があったら、その人がおっしゃってること10個とも共感できないかどうかっていうのはまたちょっと別のことだと思うんですよね。この部分については私は全然もう何ともね、まあ同感とごっちゃにしちゃいけないんですが、共感できないんだけれども、まあ、別のこの部分はまあ私も分かる部分があるなと思うんだったら、この部分だけ、あなたはそういうのもんだってね、共感を示していくっていうのも一つのやり方ですよね。だから10あったうち1ができないから、ここにね、全ての自分の意識が向いてしまうと、もう共感はもうできませんと。もう1が気に入らなかったら10気に入れませんと。1見て10決めちゃうっていうね、こういう決めつけの見方になってしまいますよね。で、この1は私は共感できないんだけども、この部分は私は共感できるかな、少し共感できるかなと思ったら、その部分をしっかりと共感していくっていうのも一つ大事ですね。つまり感情がここにとらわれちゃうわけですよね。それから最後ですけども、そうは言っても言われてもできるものではないですよね、すぐに。で、その時に一番大事なのは何かなと思うと、できない自分はダメだと思うことが一番ダメだと思うんですね。やろうとしたってことがまず素晴らしいことだと思うわけですね。だからもちろん上手にやりたいと思いますし、共感していきたいって気持ちはあるんですけども、それをこれから継続してできるようになっていくためにも、まずは共感できなかった自分を許す、あるいは共感しようとした自分でまずは良しとする、自分のね、その思いをちゃんと認めていく、こういうことが大事だと思うんですね。で、それはつまり自分自身を受容し、ね、ああそっか、共感したかったんだけどうまくできなかった、残念だったねと、自分自身に対して共感を示していくっていうトレーニングだと思うんです。ですからロールプレイの練習っていうのももちろん具体的な生活の中でのやり取りの傾聴の練習にもちろんなっていくわけですが、こう何かうまくできなかった時とか、ちょっと悩んだりする時っていうのは、別の見方をすると自分自身に対して傾聴をしていく一つのいい例だと思うんだな、トレーニングのタイミングだと思うんですね、チャンスだと思うんです。ですから私なんかは結構その自分自身がこう受け止める練習っていうのをこうしていきますし、
それができればできるほど人にもそのね、自分を受け止められた方法を人に試してみるってこともしやすくなると思うので、甘いんじゃないかとかね、もっと頑張らなきゃいけないんじゃないかって、そのねばすべき思考、ねばならぬ思考っていうのをこう自分の中から取っていく意味でも、共感できない自分を許すっていうのもね、これも共感できない時の話の聞き方で大事なことかなと。つまり自分に共感をして聞くというところもありますね。まあ、よかったら参考にしてみてください。